ピピ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 ピよいしょナダル来た来た来たでかいでかいでかい俺手伸びちゃっていいですか手が短いよいしょ釣れたよいしょやりましたもう帰ろうかなと思ってるけどねおい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 ナダルおいおい、来た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 よし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 でかいね今のほんまにサイトフィッシングのサイトもサイトどうする勝負したいですもういけそうな気がしますベストやつのサイズで勝負で、はい、これガチでいいのガチで本当にガチでやりますよ、はい、お願いします、うん正直だから僕最初木野さん連れてて俺連れてなかったけど正直もう教えてもらったやり方って言っただけやからバスの技術でも海の技術でも金野さんよりは絶対上必勝宣言と必勝です負けないっす芸人として売れてるかどうか知らないっすけど釣りでは俺負けたくないんでもうボコボコにしますよ正直、はい、芸人として俺の方が売れてるし釣りも俺の方が上体重だけ正直だってクロちゃんと同じぐらい好感度低いっすからね売れてるってただ知名度あるけど人気ないだけなんで釣りがどっちが上かっていうのは今日はっきりさせたいなと思いますあの負けたら池の水全部飲むって言ってたよなはい飲んでここのもう全部食います腹減ってるでも俺もナダルと同じ髪型にするわおっしゃこれあれねギャグとかじゃガチ勝負だ負けないですよーいスタートよっしゃあんま近寄ってくんだよ、ナダル。俺こっち行くから。なあ、ナダル。ナダル。いやいやいや、違う違う、ナダル。ちょっと。狙ってたポイントあるんだな。え、ダウンショット?ダウンショットです。結局一緒か。どうも、ダウンショットのソルティースラッガーです。あれ、スピナーは?スピナーちょっと赤。もう、魚結構おったけど、何のチョイスもなかった。チェイスか。チョイス。メンタルから生かしたいんで、先にやっぱり、先手必勝で釣りたいですね一発ちょっとお前ねあんまりねあんまうろうろすんだよナダル正直ナダルは釣り俺好きだと思うんですよめちゃくちゃ技術でいうと本当にナダルとトントンぐらいかなって思ってて正直今日ではっきりと上下関係が決まるかなっていうそのナダルって好きなだけであの誰からも愛されてないんですよ魚からも本当に全部聞こえてるんですけどマジで金野さんよりは絶対僕のやってるしこの辺結構溜まってる感じはあるんですめっちゃおるやんそこちょっとナダル早いってナダルナダル移動が多いってちょっと結構浮いてるんでもしかしたらダウンショットに脳進化の方がエグい超が出そうな気がしてきましたちょっと一回こっちでこれで脳進化ちょっと試してみたいですねすごいなむちゃくちゃするな準備してますね何で食ってんだろうすいませんな何で釣ってるんですかありがとうございますストレートの脳進化もあるのかなダウンショットじゃなくてフォールで壊してるちょっと脳進化でいこうストレートワームよしバレましたちょっとやばいバレたバレたっていうのはあの金野さんがその脳進化っていうのを今聞いた釣り人に卑怯俺が思いついたのにちょっとやめてじゃあやめてねえねえちょっと今俺聞いてきたからなんだろうちょっと やばいなあいつマジで浮いてるわえぐいぞこれちょっとあいつやばいわ切った一瞬あくそやばいフッキングミスったああいうとこなんですよねやっぱりなんだろうってあの爪が甘いんですよねいつも
一回食ったけどやっぱなかなかちょっとね、一回食ってバレたのがちょっと痛いな。この辺とか落としてみるか。そこについてるんで見えます。サイト脳進化反応なし、逃げた。これちょっともう金野さん車にちょっと場所変えた方がいいかもしれない。もうちょいなんかパッと集まってるとこあるんじゃん。あそこめっちゃいますね。ちょっとあそこに投げようかな。よし、ちっちゃいちっちゃい、あ、バラした、バラした。なんでわかったお前。釣れました。でかい。これはでかい、これはでかいっすよ。長いっす長いっす。これはええの。いや、サイトフィッシングなんですけど、ちょっとなんか食いそうな気配があったんですよね、はい、結構で40アップいったか。ジャストプレイスか。おっしゃ、これはでいいの。40いきました。40アップ。まず1尾目。はい、1尾目。大きい。ちょっとスイッチ入るやつが入るな。レードまで上がりました。2匹目。ちょっとさっきよりサイズは落ちましたけど、いやーちょっと釣れますね。28です。ありがとうございます、はい、順調にちょっと数を積み重ねて。めっちゃバス来てる、めっちゃ来てる。バラした、バラした、なんてバラした。あれめっちゃ抜けるな。甘いってことですか。今回実はこの打席の狙いがありましてね、ウルトラライトなんですけど、柔らかいのをほら分かります、投げた瞬間いったことなんですけど、あの軽いのをしっかり決めてたので、軽いのを遠くに投げるっていう意味で流すんですよね。いやちょっとめっちゃ釣れるわ、すっごい。遠く投げるために長いので柔らかいさ。27、はい、ありがとうございます。はい、バスプロみたい。まだちょっと浮いてるやつだったら目の前にちょっと落としてますね。パターンはでも見えてきたんで、ちょっと見切られ始めてる気がしますね。ちょっともしかしたらちょっとパターン変えた方がいいのか。ちょっと餌の感じ変えた方が、カットテールとかにしてみようかな。間違えた、あ、道止めちゃった。よくやっちゃうね。端っこのゴミみたいな糸切ろうと思ったら道糸切っちゃうことよくあるよね。釣り人あるある。ないか。戦術に迷いがないですね。そしてやっぱりここで回ってたらやっぱ負けちゃうんで、カップルが一度チャンピオンになっているものとなってないものの差です。そうですね、悪口だけ言ったらいいっていう時代はもう終わりを迎えた。やっぱカットテールに変えた瞬間です。よっしゃ、1投目。カットテール早かったな。あの食いっぷり見てたら
多分ラカットテールで食いますね。めっちゃ速かったから。もう一回ちょっと泳いでるやついってみます。速いわ。入れ食いですね。当たった瞬間にやっぱ糸の変化というか、一瞬で食った瞬間に分かったといいますかね。いいとこかかってるこれ。25、よし。ヨガルさん多分もう勝利確信してますね。いや確かに、ただまあこっからですからね、勝負は。ちょメーター級ストライパーが生放送すれば、はい、いるんすか。あ、いるんすか、はい、よし。バスとは言ってないですからね。もう10分作戦ありますか。はい、生ずつります。はい、もう 90のいるんです。90のいるんで一発で逆転です。もう生ず狙いで。ナダルさん、はい、あと10分の戦略は。ここで価値ある一本っていう、多分数では絶対圧倒的に勝ってると思うんで、あのハードルアーで釣るっていうやってみたいと思います。もしかして薪のナダル。はい、薪の汗ならぬ薪のナダル。これ差つけたいですね。はい、ラスエイドは基本ただ巻きなんで、ゆっくり。もし魚がちょっとでもついてきてるりしてたら、ピッとやっちゃったら、その時に捕食スイッチが入って。あ、当たりあった。1時間早いですね。ちょっとどっちかどっちかなっていうぐらいいい競り合いはできたのかなって思ってます。ちょっと勝ってるかもしれないです、もしかしたら。じゃあバトル終了となりました。はい。どうですか。いやそうですね。いやでもなんか金野さんもなんかドラゴンとか結構えぐい音鳴ってたんで、ちょっとええ勝負するんじゃないかなと思います。はい、ということで終わったんですけども、いやこれちょっと最初はもう意気込んで言ってたんですけど、分かんないね。分かんないですね、こればっかり は、はい。いや僕も最初の1匹40で、わ結構でかいの行ったと思ったんですけど、途中結構金野さんのエグいドラゴンと聞こえてきたりして、これはちょっと勝負的には分からへん。いい勝負しそうな。いや負けたら僕が池の水全部飲んでもう全部食う。で金野さんが坊主にして、鬼子とまこさん両方坊主っていう、めちゃめちゃどっちもなかなかきついんですけども、もうどれぐらいするぶっちゃけでいいよ、はい、うん、僕の合計が、149ですね、はい、何匹？5です。木野さんはあの負けたらナダルと同じ髪型にするわ。釣りがどっちが上かっていうのは今日はっきりさせたいなと思いますね。うわちょっと何この映画どっちや。すみませんでした。ちょっとじゃあキロさん、キロさんすみませんでした。自腹でカレー飯100個買わせてください。お願いします。ちょっと自腹で100個買います。キロさんちょっとど何がどうしたんですか。ちょっとキロさん、坊主だけは免れたい。本当の坊主だけは免れたい。ちょっと待ってください。お願いします。どういうことですか。坊主です。一匹も釣れてません。ずっとハードルは投げてたんですか。いえ、ずっと柔らかいソフト投げてました。やばいやつ投げてました。すいません。木野さん、この坊主だけ、坊主だけお願いします。あ、顔上げてください。いや、ちょっともうこれ木野さん、あのワーム投げで釣れへん辛さ、僕が一番知ってます。なんて優しいやつ。坊主だけど本当に皆さん分かりますか。このえぐいぐらいみんな釣りまくってる中で、寄せて柔らかい、まあ、危ない、一番柔らかい塩を含みまくりの、もう餌の匂いつきまくりのワーム投げで釣れへん、その気持ちが女子高生に受けるようなボケ入れまくった漫才です。めちゃくちゃ滑ってるよ。ちょっとなんだろう、ごめん。いや、なんか
かわいそうすぎる。いや僕がちょっとでも、いやいや、勝ちってことでいいか俺のそれはちょっと無理ですけど、それはちょっともう余裕で無理ですけど、坊主だけちょっとちょっとあの途中のえぐいドラゴン何やったんですか、うん、あのもう根がかりというか、あの丸いやつにめちゃくちゃ巻いてぐるんぐるん巻いてた、あの丸いやつが本当に信じられないぐらい、もう空飛ぶんじゃない、信じらんない信じらんないじゃない、空飛ぶぐらいだからごめん、本当にもう今後ちょっと一切ちょっとナダルより釣りが上手いの一切言わない、本当に。いやいや、ね、いやいや、まあまあ、はい、ちょポーズだけはちょっと本当にちょっとこういう結果になっちゃったんですけど、またちょっとここはすごく楽しいところです、はい、坊主だけは免れたい、笑いましょうようまく笑いますね。最後ナダルのおすすめギャグをちょっとやっていただく、はい、ナダル何か、いや行っちゃってるで、全力で、はい、全力でやっちゃって、はい、はい、行っちゃってる、滑っちゃってる、僕が速すぎて僕が滑りました。では釣り動画で滑るからねえから。